久保さん、今回、族にしましょうか、族。他人の財物を盗み取る。盗み、また、盗っと悪者。はい。海賊とかね、族ですね。うん。まあ、これ、これ何かっていうと、あのー、まあ、久保さんもね、えー、今まで、いろいろと経験してきたし、まあ、億万長者合宿もそうだったんですけど、まあ、僕と久保さんって、 結構ね、時間をね、盗まれたんじゃないかなと思うんですよね。時間を盗まれた。要は、やりますっていう人に対しては、あ、サポートしてきてね。頑張りますっていう人にサポートして、頑張らないっていう、やらないっていうね。やらない、結果やらないけども続けないんだけど、その、まあ、やりやり先でも言ったり僕はしたいようにするんですけど、<laughs> 要は、 やります、頑張りますっていう人に時間を、自分の人生のね、限られた時間をサポートして使って、だけどやらなくなるっていうね。結構海賊に時間を盗まれたんじゃないかなと思いますね。でも僕はね、そ、そっからね、海賊にね、時間を盗まれて、うーん、いろいろとね、学んだことがありますね。うん。だから盗まれるってことも学びなんだなとは思いましたけどね。 まあ、あとは、やっぱその、僕自身が盗まれれば盗まれるほど、自分のマインド、マインドというかね、考え方が、その、なんだ、確立してったっていうのはありますね。俺はやるぞっていう。あ、みんなや、みんな結局やらないんだな。結局みんな口だけなんだなっていうね。結局みんな口だけだな、つって。 まあ、久保さんも僕も、正直口で商売してるようなもんじゃないですか。YouTube で毎回なんか喋ってね。で、まあお客さん口だけが多いんで、んまあ行動しようみたいなね。うん。だからまあこれからもね、多分、まあなんかずっと僕やるし、やめるとはないですね。で、なんでそれが確立してたかっていうと、まあいろいろ奪われてたからっていうのが、 まあ他にもいろんな要素はありますよ。いろんな要素はあるんだけども、その要素もありますね。非常に。うん。俺はやるっていう。あ、結局みんなやんないんだなと。でも僕はやるぞっていう。でもそれみんなやってたら、みんなやってたらやってたんで、まあそれはそれで、あ、俺も負けた,たまるかみたいな考え方になったのかもしれないですけど、なんかね、悔しいんですよね。多分その、裏切られた方が悔しいと思うんですよ。 多分その憎しみの感情というか悔しさの感情というか何すかねその負の負の感情の方が僕は人を動突き動かしやすいと思うんですよプラスの感情より負の感情の方が僕はうーん人間を行動にこう動かすなんかあの昨日だったかなニュースやってたんですけども秋葉原で15年前ぐらいですか無差別殺人やった人が死刑死刑 死刑が実行されたらしいんですよ。で、その無差別殺人やった人の動機っていうのが、なんかそのあ、負の感情ですよね。社会がもうやだみたいな。っていう負の感情が人をね、無差別に殺すまでの行動アクションを起こすっていう。まあ、そのすごい一例ですよね。うん。 まあすごかったですよね。もうでもあの事件からもう15年ぐらい経つんだっていうのはすごくあっという間だなって感じましたけど、当時ニュース見たときにで、秋葉原はね、近かったですから、マジかみたいな。うん。だって普通に歩いてたらボコボコ、ボコ刺されるって車突っ込んでバーンみたいなね。ありえないですよね。狂気の方ですよね。うん。まあそういう、普通じゃ絶対、まあ普通だったらしないじゃないですか。 しますだって動機が別に、まあその人を殺す動機がなんか、なんすかなんかその、まあ一対一で何かがあったとかではなく、社会にむしゃくしゃしてるとか、気に食わないっていうことで、別に全く関係ない人たちを殺しまくるっていう、んそれ、何なんだみたいな。まあ百歩譲ってその人に対して何かあるんだったらあれですけど、殺した人たちに対して何もないですよね。知らないし。 知らないし、関係性もないし、無差別なんですよ。これほんと狂気の沙だですよね。でもそういう行動すらしてしまうとですね、負の感情っていうのはね、こう、そういうこう、人間をその、そういう風にさせてしまうほどのすごいエネルギー、パワーがあるので、なんか憎しみとか悔し、なんか悔しいとか、その、劣等感、嫉妬とか、そういうなんか、負の感情っていうのは僕はすごいパワーがあるなと。で、そのパワーをいい方向に使っていくってことですね。 うん、だから僕はまあ、それをなんか、起爆剤にして、こう、やれてるので、まあ、これからもね、まあ、海賊さんに時間を奪われれば奪われるほど、俺はやるってなん,だなんだろうしね。うん。まあ、しょうがないですけどね。まあ、諦めてるところもあるんで、もう、もはや <laughs>、慣れてる <laughs>。うん。でもまあ、もう、自分の考え方はもう確立してますから、あの、まあ、やるでしょうね。絶対。うん。はい。ということで。 いってらっしゃい